まあ、マブンガ選手からのパスでしたけれども、あの辺りもしっかりとマブンガ選手は見ていますよね。まあ、非常にバスケット IQ が高いですよね。ガドソン。ペーブログダウジーズのディフェンス。さあ、柏山が中、今川だ。逆サイド、ガドソンのスリーは、ガドソン決めてきた。さあ、オビーソコダンクだ。いや、まあ、そうですね、ゾーンプレス気味に前から行きましたけど、ここからゾーンですよね。小原から森山、森山スリー決めた。昨日からこの森山のスリーが好調。繋いでいくっていうことは、あの非常に素晴らしいですよね。ガドソン決めてきます。森山、おお、森山連続スリー。今日もスリーがいいぞ。スリーポイントを打てる選手3人揃ってますからね。またあるか、かわして5本目はどうだ。5本目きた。ジョンソン、ジョンソン対ガドソン。ジョンソン、おーっとボールを奪った、スチール。さあ、そしてファストブレイク、お見そこ、バスケットカウント。まあ、昨日はね、この辺りのローポストは非常に、ジョンソン選手をね、シュート、小沢、小沢選手ディフェンスいいですね。そこ自分で行く、そこの良さ出ましたね。伊藤は中、ジョンソン走っていた。あーっと、しかしこのシュートが決まりませんでした。ガドソン、ガドソン、逆に富山、滋賀は高さを生かしたいですね。今川行く、逆サイド、雨谷が待っている。雨谷のショット、ボールこぼれるが、ここは滋賀ゾーンで守っている富山。オマラのショットはリバウンド、自分で行く、オマラ決めた。ここはやりきりましたね。まあ、相手の隙をしっかりと見逃さないというのをね、さすがですね。柏村決めた。ここでキャプテンが決めたのか。さあ、コーナーから林。富山よく足動いてますよ。オマラ、バスケットボールカウント。ここはやりきりましたね。そうですね、ここは早く行きたいですね。滋賀得意の速攻を見せたいんですが、ダメな、バスケットボールカウント。今度はやり返した。相手としての意地があります。最後にこう伸びるんですよね。コンタクトをして、そこからまだ